真田幸村軍が合流し、息上がる趙軍ら連合軍。劉備の行方の鍵を握ると思われるオロチの軍師ダッキを追い、趙軍らは南中の地に足を踏み入れた。そこでは大王孟獲が散発的に奇襲を行うことで消耗戦に持ち込み、オロチ軍からの独立を保っていた。折しもオロチ軍の将芝居が孟獲の抵抗に業を煮やし、完全に殲滅しようとしていた。あっちねえ、こんだけ暑いとさ、オロチとかもうどうでもよくなくない？見たこともない草木ばかりだ。ジョーン殿、ここは一体？ここは南蛮、我らにとっても未開の地だ。毒沼など珍しいものが多数ある。そしてこの地を治めるのが南蛮王孟獲だ。彼は今どうしているのだろう。こんなところにまでオロチのマシンが。おい、見ろ、以上の危機だぜ。こりゃ助けないと。受けてみよう。敵将打ち取ったり。これもやりますね。ちょっとあんたたち手伝っとくれよ。助かったよ。他の仲間も助けてくれるかい？待て、母ちゃんを助けてくれたことは礼を言う。ここはわしらの土地だ。王様のは出て行け。あんた、恩人になってこと言うんだい。いや、ここはわしらの土地だ。わしらで守るのは。礼はやるぞ。いざ、次は負けない。敵将打ち取ったり。鮮やかなお手並み。ここは引かねばなるまい。敵将打ち取った。俺もやりますね。全力で来るがいい。助けてやったってのになんて言うことだ。だが弱き者を見捨てるわけにはいかない。それが職の殿の信念。私も救援しよう。あいつらまた仲間を助けてくれたのか。こんだけ助けられちゃ出てみよう。返さねえとな。撤退します。後を頼みました。敵将打ち取ったり。鮮やかなお手並み。さっきは助かった。今度は俺が助ける番だぜ。助けてもらった恩は返すぜ。待ってろ、手を貸すぜ。しまいだ。第二陣進め。蹂躙するのだ。さっきは悪かった。おめえらはわしらの仲間だ。改めて協力を頼む。わしもこっから本気の本気だ。おしまいだぜ。打ち取ったぜ。おしまいだぜ。おかげでこの土地を守れた。じゃあな。おしまいだぜ。おしまいだぜ。では言うぜ、オロチと戦う気ならわしらも力を貸してやるよ。受けてみよう。さっき南中の奴らからいい話を聞いた。大きな人ってのが五軍で囚われてるらしい。受けてみよう。おかげで助かったよ。ねえあんた、今度はこっちが助けてあげようじゃないのさ。おう、母ちゃんの言う通りだ。おめえらの人探し手伝ってやる。ありがたい。南蛮の王と兵が加わればダッキも迂闊には手を出せないだろう。感動的な場面を遮ってなんだが、五軍に囚われの身の鬼人がいるらしいがどうする？囚われの鬼人、次こそ劉備殿かもしれん。行こう。
らに迷っている暇はない。